はいどうもこんにちは、こんばんは。今回は、九州解放祭の結果報告動画に引き続き、動画を撮っていきたいと思います。今回はね、リミテッドバッグ12進応編の、ボックス開封をね、やっていきます。で、それに並行して、こっちの、全く同じもの、12進応編のリミテッドバッグですね。こちら、ワンボックス、一応プレゼント企画として、はい、流します。はい。応募法は、まあ、この動画に欲しいとコメントくれれば、まあ、それで、はい、それで大丈夫です。それで抽選して、まあ、発送っていう形になります。まあ、抽選動画は多分撮らないかなと思います。まあ、もし撮ったらね、動画としてアップするんで、まあ、結果だけ、まあ、動画に載ってたら、まあ、撮らなかったっていうことだと思ってください。まあ、大体発送時期については、まあ、この動画、まあ、今日明日中に上がると思うんで、約2週間ですね、20日、21、22あたりまでの、はい、応募になります。で、23、24、25あたり、その3連休がね、12月下旬に1回あるんで、まあ、そこら辺、まあ、その3連休あたりには、その当選者の方にの手元に届くような感じで、はい、考えてるんで、まあ、約2週間だと思ってください、一応応募期間というのは。はい、まあ、そんな感じでこれを流していきます。はい、で、今回開封するのが、ワンボックスですね。10パック入り、1パック、4枚入りの、300円。で、10パックで3000円の、まあ、ボックス開封になってます。まあ、一応、ボックスの中身としては開封してあるんで、まあ、中身は知ってるんですけども、前回の動画でも言いましたけど、開けたんですが、2枚しか出なかった。3枚ずつ出るとは聞いてたんですけれども、まあ、2枚しか出なかったカードがあるんで、まあ、これは本当に2枚なのかっていう検証を含め、はい、動画を撮っていきます。開けていきましょう。10パックなんで早く終わると思います。はい、ボックス開封です。中身の方が、もうパックは、まあ、いつも通りこんな感じの、無機質な黒のパックですね。はい。まあ、パッケージはこんな感じ。前、この動画を撮っている時では、一応は、新潟だったっけな、解放祭。そして、僕が行った九州の解放祭。2つの会場でしか販売されてないバッグですね、まだ。はい。で、まず1パック目いきましょう。まあ、当たるカードとして、まあ、期待しているのがこちらですね。はい。ゲイル、チキンナイト、アクセル。4コストでデッキ3枚めくって、その中のイマジンを、持つブレイブカード1枚と、新王10巻を持つスピリットカードを手札に加えると。これ10巻が手札に加えられるんで、まあ、今後、まあ、注目していきたいカードですね。あとは召喚時にイマジンがノーコストで出せるんで、まあ、今後ねイマジンカードが増えるとより使いやすくなる、カードだと思います。はい、まずチキンナイト1枚ですね。で、エグゼシードレッド、プロモの、最強ジャンプのプロモかな、あれの文字入りバージョン。で、ファイヤーウィンド1枚に休日が1枚です。はい、まず1枚ずつ。で、2パック目いきましょう。コレオン、リボルコレオンですね。はい。リボルコレオンが1枚。一応、能力的には全く同じものの、色違いにですね。あとは、ダブルドライブ。で、ゲイル・フェニックス・ピーコック文字入りバージョン。で、劣化伝ですね。バーニングソウルか。バーニングソウルになってます。はい。で、次のパック。はい。ウロドラ。で、文字入りエグゼシード。で、ダブルドライブ。で、バトルスキーの、講座になってます。はい。まあ。こんな感じ。はい。で、次、チキンナイト2枚目。で、竜魔人。で、バトルスピリッツ、休日ですね。お正月ではバトルスピリッツ休日になってます。はい。まあ、とりあえずこれで12枚揃いましたね。まあ、能力的には、ウィキとか公式ページに書いてあるんで、はい、スルーですけど、まずコレオン。これが一番最初に出るのかな、多分。はい。で、次、ピーコックが1枚。で、ファイヤー&ウィンドですね。で、バーニングソウル。で、6パック目かな。これ折り返し、ウロドラ入ってます。はい。で、バトルスピリッツ1枚。で、休日。で、ダブルドライブ。これで、ダブルドライブは3枚。で、休日も3枚ですね。で、ゲイルチキンナイト、ファイアー&ウィンド3枚目ですね。で、バトスピ講座2枚目。で、エグゼシード文字入り3枚目になってます。で、7パック目。はい、コレオンが3枚。はい、で、リューマジンが2枚目。で、ビーコック3枚目のバーニングソウル。これも3枚目ですね。順調に3枚ずつ揃ってます。ということは、ウロドラですね。はい、ウロドラ。で、ファイアー&ウィンドが4枚目。で、エグゼシードが4枚目。で、休日も4枚目ですね。で、ラスト、10パック目。はい、10パック目。チキンナイトが4枚。で、バトル講座3枚目ですね。で、ピーコック入ってます。で、バトルスピリッツ3枚目。まあ、こんな感じになりました。結果なんですけども、この箱ではリューマジンが2枚しか当たりませんでした。他は3枚ずつ以上かな。3枚ずつ以上は出ましたね。まあ、動画を、撮った関係で分かったんですけど、まあ、パックの一番最初にはこのリボルコレオン、ウロドラ、ゲイルチキンナイト、まあ、どれか1枚が入ってるっていうことで、まあ、1パック買ったらどれか3分の1は当たるかなっていうので、まあ、構成されてるんで、まあ、ここが3324で、今回たまたまなんですけど、前回開封したのもゲイルチキンナイトが4枚だったんで、まあここは固定じゃないと思うんですけど、まあ、これが合計10枚ですね。で、さらに4枚が10パックなんで40枚で12種類なんで、まあ、4枚ずつ出るのは4種類以上、4種類か出るの確定だったんですけども、4種類出てるのが、休日、このエグゼシードレッド、ファイアー&ウィンドで、ゲイルフェニックス、ピーコックで、もう1種類4枚が出てるはずなんですけども、あ、これですね、チキンナイトが4枚ですね。まあ、5種類出ました。はい。リューマジンが2枚でしたね。やっぱり何かしら、まあ、ここの3種類以外のやつが2枚しか出ないような感じになってるのかなと思います。まだ 2箱だけの結果なんで、まあ、絶対とは言えないですけど、まあ、こんな感じの結果になりました。はい。まあ、開封動画はこんな感じですね。ということで最後にね、もう一回、プレゼント企画やってるんで、よかったらね、この動画のコメント欄に、はい、欲しいですとコメントくれれば、参加受付とします。はい。まあ、抽選はやらないと思います。はい。まあ、当選者は動画の最後に、今後の動画の最後に載せたいと思うんで、よかったら、見ていってください。ということで今回は12進応変リバイバルパックの、ボックス開封動画でした。